現状、少女漫画、それは、ほとんど内容を問われないジャンルにはなった、感じもする。壁の花である、ことのみを要求されている、というかそれで満足する人しか採用、それをしない、というか。萌え師みたいな、それでも、仕事、を要求されてる方と、作家としてはどっちが幸せ?というのは謎だが、そこには深い失望、そういうのは。誰かが、あるいは過失を問われ、ジャンルそのものが、そういうものへと失墜した、感。この辺、MMD 動画のそれに近い何か、だろうか。歌詞を聞けば聞くに耐えないような、それでも曲と踊りは、それを巧妙に隠してしまう、そういう?犬が散歩に連れて行けとうるさいので、そういうノリでの、飼い方。とはいえ今も、彼らのそれはどうも、何かの狂気?必死な、でも不可能なリカバー、それを目指し、クルー。